にちは。しんさん、タコありがとうございます。ありがとう。ちのさんも星なんだっけ、レインボースターだっけ。ありがとうございます。今日のご飯はちょっとあのさ、ちゃんぽんすごい、でもなんか見た目めちゃくちゃ悪いんだけど、ちゃんぽん見た目がちょっと足さなかったから具を、なんかもともと入ってるやつしか入れなかった。お肉入れてもよかったんだけど時間かかっちゃいそうだったからやめた。時間なかった。ちょっと見た目が悪すぎるなんかあのあるじゃん、作るやつ、インスタントなんかやつ、あのなんかわかる？こういうさ、アルミのさ、入れ物の売ってるやつあるじゃん。そこまで使った、それです。売ってるやつわかるかな？それなんか粉末スープとか入ってるやつ、すぐできるやつ。胡椒入れる、胡椒、あとね、今日ねサンリオの全然一番くじをしてきたんですよ。さっき見返した。さあ何が当たったと思う？あとあれ、これ買った、あの朝教えてくれたからファンの方が、ポチャッコのボールペン、エアドリンクみたいな、チョコラビビーとか2つ買ったらもらえるやつ。そう、何が出た？2回して、まず1個目ね、1個目はじゃん、マルチクロスセットのレッド。でもね、これね見て、ほらちゃんとホギネいるから、まあいいと思って、マルチクロスセットで2回したからね、2個が、もう一個がですね、じゃーん、なんとキャリーケースが当たっちゃった。キャリーケース当たった、キャリーバッグキャリーケースはラスト、いやラストワンじゃない、普通の当たっちゃった。ハンガーは当たんなかったです、コギュンの。でもコギュンここにいるから、でもなんか余計使えないよね、汚しちゃいそう。めっちゃ残ってて、あの全然まだ2日目だからさ、多分大分は昨日の夕方からか今日からなのね、遅いから売られるのが。めっちゃだからいっぱいあって、それで当てちゃった。キャリーケースかわいい1本しかないのに、これ1本、そう、当てる当てる。でもこれも使える、マルチクロス。でもよかった、今年は同じの当たらなくて。一番最初ね、開けた時にあのマルチクロスセットって書いてあって、やばい、なんかまたもう一個マルチクロスセット当たりそうな気がすると思って、これが一番あるのね、一番多いの、やばいって思ったらキャリーケースだった。よかった、あ、ちゃんぽんのりね、だよね、ほんとよかった、同じのじゃなくて。ちゃんぽん食べるね。いただ
ただきます。美味しい。いや、ほんとよかった。違うもので違う。まあ出なかったけど、ゴキブリのハンガーが一番美味しかったんですけど。まあいいや、乗ってるし、ゴキブリいるし。何を食べてね、ちゃんぽんです。鍋焼きちゃんぽんって書いてた。なんかさ、こういうさ生麺タイプのやつが好きだよ。普通のカップ麺も美味しいけど、こっちのが好き。種類は少ないけど。そう、コンロでやった。暑いな、もつねめとこ見えないなって思ったけど、持ったら持ったで暑かった。みんなギフトもたくさんありがとうございます。きょうかちゃんはイエイさん、ハートありがとうございます。ありがとう。ラスカールさん、レインボースターとだるま、ありがとうございます。ありがとう。クローケイさん、ハートありがとうございます。あとケンニツーさんもハートありがとうございます。ハートありがとう。ヨガちゃんもイエイさん、タコありがとうございます。ありがとう、みんなありがとう。かっちゃん、アットマークさん、だるまありがとうございます。ありがとう。クリンキングさん持ってくるみたい。いや、これはでも車に積んだから大丈夫だったよ。車にすぐ入れた。びっくりしちゃった、開けてくじくってペラッと。一番下のやつ、一番、え、そうそう、これが一番多いやつ。なんか慌てなかった。なんかクッションとかさ、コップとかも可愛かったけど、それも出なかった。ね、またしたいな。でもさ、またしたら同じのあってそうなんだよね。そんな気がすごくしてる。もう一回したい。いけるかな、また買いに。いつかいけそうだったら行こう。これも可愛いし。そう、知らなかったけど
朝の配信で教えてくれたからポチャックにした。クロミちゃんも可愛くってさ、ちょっと迷ったんですけど、ポチャックが好きだからポチャックにした。何食べて、ちゃんぽんです。鍋焼きちゃんぽん食べてます。それなんかこれはなんか栄養ドリンクみたいな、なんかチョコラビビみたいなやつを2個、あとなんか高いやつがあって1個、それは1個買ったら、なんだっけな、なんかあってチョコラビビの商品を2個か、なんかスペシャルみたいな高いやつを1個買うともらえる。何種類買った、シナモンとかプリンクとか、マイマイルちゃんもいたね。全部可愛かった。あ、そう。次の配信はメイク配信です。ちょっと途中までしてから配信します。下地とか眉毛とかハイライトとかだけ割らせて、あとは配信で終わる自信がないから30分でいつも時間かかっちゃうんだよね。なんかゆっくりしちゃうメイクだから、ちょっとある程度終わらせてからします。ヘアアイロンも持っていこう。アイロンもしよう。どんなメイクさん、いや、いつもと一緒のメイクいつもと一緒のメイクだよ。いつも1日3食だよ。いつもは2食。朝ねえ、そんな朝早く起きないから朝と昼が一緒みたいな。いつもだから2食。20分ぐらいで終わりそう。メイク、いや20分じゃ終わんない急いで20分。なんかゆっくりしちゃうからいつもそうだから、いつも時間かかっちゃうんだよね。なんか家出る2時間ぐらい前からメイク始める。2時間もかかんないけど、めっちゃゆっくり50分ぐらいかけてメイクする。50分とか40分、音楽かけながらとかアニメ見ながらメイクするねえ。残りの時間は髪の毛する。いや、ストリートだったらさすぐあるんだけど、巻いたりしたら時間かかっちゃうから、あとはなんか持ってく荷物の準備とかしてとかしたら、ゆっくりしてたら意外とギリギリになっちゃう
くり、そうなんか焦ってしたくない。でも結局ギリギリになっちゃうからちょっと焦るんだけど。なんか世代をつけません。え、本当そう、本当にそう。なんかつけようと思っててもさ、リングとか忘れちゃうんだよな。家出て気づく。いやさ、時間があったら取り戻るけど、なんだろう、結局ゆっくりしすぎてさ、時間がなくなっちゃってさ、もういいやと思っていく。ゆういちろうとマーク自慢の推し小田えりなさん、だるまとハートありがとうございます。ありがとう。とうやさんもハートありがとうございます。チームようちゃんさんハートありがとうございます。ありがとう、ハート。おんともさんもハートありがとうございます。にゃーこさん、だるまありがとうございます。ありがとう、みんなありがとう。たくさん、とうやさん、レインボースターありがとうございます。ありがとう。うん、WY@影の守護神さん、レインボーさんありがとうございます。ありがとう、みんなありがとう。たくさん、ドラマとかハートとかレインボースターありがとうございます。ありがとう。もしかしてサロペットです。そう、今日はサロペットこう落としてるけど、こういうのさ、野菜だけいつも余っちゃうんだけど、うまくさ一緒に食べれない。余っちゃう。ね、余っちゃうのこれ。なんだろう、なんか一緒にさ難しくなって食べるの。
ごちそうさまでした。全身ちょっと待って、こうして袖怖かった今全身ズボン、ズボン顔が映らない。ここの部屋お城があるから、いつもの配信さ、もうすぐ真後ろがいつもカーテンなのね、壁。後ろが壁だからさ、映んなくて、すぐ後ろ、ここカーテンみたいなやり方なんで書けてない。いや、なんか見えなくなっちゃうからさ、ロゴが、ロゴじゃない、入ってるのにさ、なんて書いてあるの。あるよ、肩紐あるけど違うところにつけて。びっくりした今、時間もう一瞬過ぎてるかと思った。危な危ない。45分だよね。よかったよかった。でもなんかみんな外してるね最近。外してる人も多い、こうやって肩アップつけてない人またはちょっと待って、持ってきたから書こう。時間あるし、いける。ペンも持ってきた、ちゃんと T シャツの T シャツのロゴは 99% エンジェルいや後ろに 1% デビルみたいなの書いてある , 笑われてるちょっと待って、どこ行った、クランツさん前に書いたのが残ってる。または3本ありがとうございます。ちょっと待ってね、クマ描こう。クマちゃん、クマちゃん、クマちゃん、口が潰れた、ありがとうございます。ちょっと待って、ぶつけてたいや、またこうやってすぐ携帯をなくすんだよねありがとうございますあ、すごい話してる、ありがとう。これさ、小学校の時に使ってたやつなの。なんか数学のなんかやつが、数学、算数ボックスみたいなわかる？算数ボックス、なんかさ、おはじきなんかとか計算のほら2組だったんだろうね、その時2組、山田家見て、ほら超懐かしいキャラクター、コラショコラショ真剣ゼミの、あの
小学生のやつキャラクターコラコラショそうやってたのちっちゃい頃、途中でやめちゃったけど、そうチャレンジですね、コラショ、あの目覚まし時計を持ってたコラショのシールを貼ってる、名前のシールありがとうございます、ありがとう、そうめちゃくちゃ懐かしいけど、ねギフトありがとう、読めてなかった、しんさん、だるまありがとうございます、ありがとう、だるまたくさんありがとう、しぶしぶさんもだるまありがとうございます、ありがとう、あ、やばい42分だ、ランキング読まなきゃ、ちょっと待ってね、急いでみて、アビスさん、レインボースターありがとうございます、じゃあランキング読もうかな、急いで、あと3分しかない、13位から読みます、13位ゾンさんありがとうございます、12位井上しひろさんありがとうございます、11位 WY アットマーク影の守護神エンジェルゾウシさんありがとうございます、10位トウヤさんありがとうございます、9位ちびぞうさんありがとうございます、8位クロケイさんありがとうございます、7位ラスカールさんありがとうございます、6位ニャークさんありがとうございます、5位京香ちゃんは癒しさんありがとうございます、4位チーノさんありがとうございます3位オントモさんありがとうございます、2位は、シンさんありがとうございます、そして1位がグランツさんありがとうございます、ありがとう、どうもありがとうございました、3本もありがとう、暑いなこの部屋、エアコンつけたのにあったかいの食べたからかな、次は17時からでメイク配信をします、初めてするかもメイク配信、そう時間かかるからあんまりやったことなかっただからある程度終わらせてやります、暑い、あとさドラマまだ見てないのあったから見なきゃ、漂着者まだ見てない、明日だよね放送、やばいやばいやばい見てない見なきゃ、見よ終わったら、この配信終わったら時間あるから見ます、危ない見逃しちゃうとかだった、じゃ今すっぴん、そうすっぴん、すっぴんです、じゃそろそろかな、あとちょっと20秒ぐらい、次またぜひ見に来てください、あとでキャリーバッグの、そうキャリーケースしまう、ありがとうございました。また夕方。バイバイ。